オホスれるサラードはアルゼンチンとチリの国境に位置するチリ最高峰で西半球及び南半球で2番目に高い。アンデス山脈の清掃火山で標高6893メートルは世界で最も高いかつ火山となる。西半球最高峰である6962メートルのアルゼンチンのアコンカグアの約600キロメートル北にある。 アタカマ砂漠に近いため非常に乾燥しており、関節は普通冬の山頂部にしか見られないが、激しい嵐が起こると夏でも数十センチの雪が積もることがある。一般的に乾いた気象条件であるにもかかわらず、東部の6390メートル地点には直径100メートル近くの1年を通して枯れない火山湖がある。 世界で最も高所にある湖と見られる。登頂は、ロープを必要とするような難しいスクランブリング、地点のある山頂部を除けば、ほぼハイキングの要領で行ける。1937年、ポーランドのアンデス探検隊のヤン・アルフレッド、シチパニスキとユスティン・ボイシューニスが初登頂に成功した。3名は、氷河にある巨大な沿行に由来する。おほすれるサラードが、 近年活発な火山であることは疑いないが、現在も活発かどうかという問題は議論の余地がある。スミソニアン博物館の世界火山プログラムによると、最後の噴火はかなりのエラーバーがあるが、およそ1300年前とされる。しかし、1993年にも小規模な火山灰の噴出を示す証拠があるため、歴史的に活発な火山として、 明確に認められる可能性がある。山頂部の噴気口や時代は定かでないとはいえ流れ出た溶岩の存在も活火山に分類する根拠とされる。その場合、オホスデルサラードは地球上で最も標高の高い歴史的に活発な火山ということになる。逆にこれが採用されない場合、最も標高の高い歴史的に活発な火山の座は過去何度かの噴火が確実で、 なおかつ火山とみなされる夕ヤヤコに返される。サラードの岩石は、主にカリウムを多く含むデイサイトとライオデイサイトである。溶岩は、黒雲母、普通核栓石、社長石、不透明体を多く含み、普通奇石、石英、思祖奇石は少ない。おほすでるサラードの標高は、現在も議論の的となっている。2006年にアンデスマガジンは、 オホスデルサラードがアコンカグアよりも高いかもしれないという記事を掲載したが、この主張は古く、精密度の低い高度調査をもとにしていた。これらの古い調査によると、オホスデルサラードの標高は7057メートルで、アコンカグアよりも100メートルほど高い。1955年には、オホスデルサラードの標高を7100メートルとする推計も出されたが、それは、 単に山頂まで数時間かかる最終キャンプの高度を元にしていた。1956年、退液中尉のレネがハルド率いる初の地理隊は小型高度計で標高7,084メートルを計測した。厳密な方法ではなかった点を別にしても、登山隊が登場した午後は一般に気圧が低いため、高度計はかなり高い値を示していた。 1980年代から90年代のさらなる調査探検で近くのピシス3がオホスデルサラードよりさらに高いことを示す証拠がもたらされた。しかし、より精密な機器を使った後の計測ではオホスデルサラードがピシス3より100メートルほど高かった。さらに2007年にはアンデスマガジンとアジムート360が組織したチリアルゼンチン。 欧州の合同調査隊が、オホスデルサラードトピシス3の双方でより精密な機器を用いた調査を実施した。それによると、前者が6891メートル、後者が6793メートルであった。この値は、山頂を6880メートルから6910メートルの間と推定した近年の GPS 調査の範囲内に合致するが、 調査隊の機器に10メートルの誤差があるため、より正確な高度という点では、不確かさを残した。オホスデルサラードは、アルゼンチン側に一つ、チリ側に一つの二つの峰がある。双方の標高差は1メートルに満たない。アルゼンチン方から見た、チリボン、オホスデルサラードは、車両で到達できる最高点を極めたいものに、人気の山である。ドイツ隊が3つの連続記録を樹立し、 2007年3月には6646メートルをマークした。2007年4月21日、チリのゴンサロブラーボジーとエドゥアルド・カナーレス・モヤは、鈴木侍で6688メートル地点に到達し、その記録を破った。この記録は2007年7月、ギネスワールドレコーズに認定された。オートバイでも2012年3月18日に、バートン・チャーチル、 ウォルター・コール・バッチ、ルカス・マッチンガーが6361メートル地点まで上り、世界記録を更新した。ありがとうございます。